最悪だ。俺が若年老害だなんて、俺が今までやってきたことは何だったんだ。ブラックワールド。俺の名前は光一、麗奈商事に入ったばかりの新人だ。光一くん、仕事頑張ってる？や、山口課長。はい、頑張ってます。君みたいな若者は Z 世代って言われて問題視されてるからね。まあ僕は仕事ができる上司だから、君みたいな人間の扱いには慣れてるけどね。よろしくお願いします。入社したばかりの上司山口はひどいハラスメントばかりする男だった。こいつが新人教育をすると大抵の新人は辞めてしまうらしい。俺は絶対に辞めないぞ。山口を反面教師にして、俺が上司になった時はみんなに優しくする、そう決めていた。それから数年後、俺も課長になり部下を持つ立場になった。 Z 世代となじられて教育されてきた俺は、 Z 世代はどんな上司を求めているのかよく研究し考えてきた。少なくとも山口よりはいい教育ができるはずだ。今日からここでお世話になります、熊本です。よろしくお願いします。熊本くんね、よろしく。この子には絶対嫌われないように教育していくぞ。熊本くんへの教育はあまり手応えは感じなかったが、嫌われている様子も感じなかったため一安心だった。光一、お前の新人教育なかなかいいって評判だぞ。教えるの上手だってさ。ほんとか？よかった。同僚からも俺の教育はうまいと言われるようになった。努力の甲斐があったと俺は胸をなで下ろした。熊本くん、俺は昔山口という上司からひどくハラスメント行為をされてね。君には俺のようになってほしくないんだよ、わかるか？はあ、あんな辛い思いは君にはしてほしくない。だから俺は新人教育をしている。これからもよろしくね。はい、よろしくお願いします。噂によると山口は今も課長のままで新人教育を続けているという。山口さんの教育は教育じゃないですから、やめさせてもらいます。そんな、ここでやめたらお前どこ行っても通用しないぞ。そんなんで本当にいいのか？構いません、さようなら。あんなハラスメントばっかりしてるからいつまでも課長止まりなんだ。俺は心の中で山口を見下し優越感に浸っていた。そんなある日、教育中の熊本が妙に落ち込んでいるのを見かけた。このところ忙しかったから元気がないのかな。なあ熊本、たまには一緒に飲みに行かないか？え、飲みですか？そうそう、やっぱり飲みの席じゃないと話せないこととかあるしな。はあ、でもプライベートと仕事は分けてるんで今日は帰ります。え、ああそう。大抵はこういう場合、飲みに行ってより仲良くなるもんだと思っていたが、意外とそうでもないのか。その日は熊本が少し機嫌が悪いだけかと思っていた。しかし、俺が若年老害って言われてるって？ああ、うちの部下から聞いた話なんだけどな。どうして？俺は部下のためを思って必死に教育してるのに。ほら、そういうところだよ、部下のためを思ってってやつ。え、最近の若いのは君のためを思ってとか言われるとうざがるんだよ。本当にそう思っていようと、こっちにはこっちのペースがあるって思ってるんだろうな。そんな、それじゃあ俺が今まで熊本にやってきたことは全部ハラスメントになっていたってことか？まあハラスメントってほどではないと思うが、お前もあまり気にしないようにな。同僚から何か言われたが、もう頭の中では自分がハラスメントをしていたということでいっぱいだった。最悪だ、俺が若年老害だなんて、俺が今までやってきたことは何だったんだ。家に帰ってから俺はすっかり塞ぎ込んでしまった。これから熊本をどう指導すればいいんだ。老害だなんて言われないようにするためにはどうすれば。すごい絶望感に苛まれ、
俺は仕事にも身が入らなくなってしまった。なんか最近小一さん元気なくないか。なあ、亡霊みたいになってるっつーか。俺が今までやってきたことは全部間違いだったんだ。俺は山口と同じなんだ。俺は新人教育もろくにできなくなってしまっていた。その時だった。高一さん。え、熊本どうかしたのか。高一さん、もしよかったら今日飲みにでも行きませんか。は？飲みに？俺とお前が？はい、ぜひ高一さんと飲んでみたいんです。お願いします。ああ、わかった。一体どういうつもりかと思った。俺のことを嫌っているんじゃなかったのか。わけがわからず困惑しながら、俺は熊本と一緒に店に行った。熊本。はい。どういうつもりだ。お前は俺のことを嫌ってるんじゃなかったのか。いえ、嫌ってるわけではありませんよ。むしろ光一さんは部下のことをしっかり考えているいい人だと思います。だったらどうして。俺若年老害って言われてるって聞いたぞ。若年老害、確かにそんな言葉聞いたことあるし、光一さんもそっちの人だと思ってました。ほら、やっぱりそうだったんだ。でもそれは最初の方だけなんです。今は優しい人だと思ってます。優しい人？僕が仕事で落ち込んでる時、飲みに誘ってくれたじゃないですか。あの時は本当に用事があったので断ってしまいましたが、内心嬉しかったんです。そうだったのか。多分光一さんも新人とどう接すればいいかいろいろ考えてくれてたんだと思います。そういう気持ちはすごく伝わってきたので本当に嬉しかったです。そうだったのか。よかった。俺は老害じゃないんだな。すいませんでした、若年老害とか言っちゃって。いや、いいんだ。本人からそう言ってもらえてほっとしたよ。光一さん、今まですいませんでした。光一さんはすごくいい人です。これからも指導のほどよろしくお願いいたします。俺ももっとしっかり教育するから、何か嫌なこととかあったらすぐに教えてくれよ。ありがとうございます。俺の悩みは杞憂だったようで、一気に肩の荷が降りたような気分になった。よーし、それじゃあ今日は飲みまくるぞ。2軒目行くぞ。2軒目。それはちょっと、僕明日は予定あるんで。はい、ごめんなさい。落ち込まないでください。まだまだ羽目を外しすぎてしまうことはあるが、熊本が俺のことを嫌っているわけじゃなくて本当に安心した。今の時代、多様性多様性と言われるから、何が正解なのかはわからないが、人、思いやる心が何よりも大切なんだろう。そう思った瞬間だった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。